おはようございます。4月28日9時51分、すいません、遅くなってしまいました。モーニングショットをお届けしたいと思います。本日はドル円は、まず、売りから、107円の4555をイメージしましたが、昨日もですね、やっぱり35のところがすごく重たかったでした。もしこれを朝方も30届いてませんが、こちらのところですね、30で精一杯ということであれば、売りをやっぱり垂らしてこなきゃいけないかなというふうに思います。利食いは107円の05から106円の、まあ、90銭ぐらい、もしくはその107円ちょうどから6の90、6円台後半で1回あの買い戻しをかけます。これがあの106円の8070とどんどんこう6円台、深掘りしていくようであれば、あのクロス円の買いは一旦外すつもりでいます。勢いよくドル円が潰れていくようであれば、あのクロス円の買いは全部キャンセルをするつもりでいます。ユーロドルは 1.08 から 1.0790 で押し目買いを、 1.0780 で浅くストップロスを置いて 1.086575 で利食いをするイメージです。ユーロ円115円の90、116円の50でなんかレンジっぽい感じなんですね。で、6円の05、5円の95で買ってみて、5円の80で浅めに切る感じ、利食いは6円の3545でイメージをしました。ただしこういったあのクロス円があのドル円の急落とともに一緒に下がるようであれば、ちょっと一回外そうかなと。6の70割れてドル円が大きくって言いますかですね、急激に下に走るのが嫌なんですね。あとポンド円は133円ちょうど、132の90で買い先行で、ストップロス132円の70と浅めに置いて、利食いは133の6575でイメージをしました。オージー68円の9080で、買いからストップ68円の63とちょっとあの、オッドって言いますかですね、刻んだところに浅めに置いて、それで、69円台、6070で、利食いを考えました。ニュージーは64円3020で買い先行、63円の、こちらは90でストップロスを置いて、65円の2030で利食いのイメージです。今ちょうどあの中値で買い上がってるんで、今27近辺ですけど、まあ跳ねたところは30台とかあれば売ってっていいのかなと、そういう気がしております。ちょっと今日は中値に参加できませんでしたね。本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございます。